s e 部はアメリカ合衆国のアポロ計画で使用されたサターン V 型ロケットの第3弾及びサターン IB 型ロケットの第2弾である。ダグラス社製造 J-2 ロケットエンジンを1機搭載している。ガツ飛行の際にはロケットを地球周回軌道に投入するときとガツ軌道に投入するときの2回に分けてエンジンを噴射する。s e 部は サターン A 型ロケットの第2弾 S4 の発展型として開発された。液体水素を燃料とする S4 は当時計画されていた C-4 型ロケットの第4弾として使用される予定だったため S4 と命名された。製造契約については1960年2月29日の期限までに11の企業が名乗りを上げ、4月19日、 ナサの事務官テーキースグレナムはダグラスを指名することに決定した。対抗馬としてコンベア社も有力視されていたが、同社はすでに戦闘ルロケットを開発しており、液体水素燃料ロケットの市場を一社に独占させることは好ましくないとグレナムは判断したのである。マーシャル宇宙飛行センターは有人月飛行用ロケットのデザインを 最上段に RL-10 エンジン6機を搭載した S-4 ではなく J-2 エンジン1機を搭載した改良型の SEVV を使用する3段式ロケット C-5 案にすることを最終的に決定した。ダグラスが契約を獲得したのは S4 と SEVV の間に共通点があったからである。 またこの時、アポロ宇宙船の地球周回軌道上での試験飛行を行うための第2弾に SEV を使用した一回り小さな CIB ロケットを開発することも決定された。ダグラスは SEV について200型と500型という2種類のモデルを提示した。200型はサターン IB で使用されるもので500型との違いは 下部に、スカート状の接続リングを持たないことと、宇宙空間でエンジンを再転化する必要がないので、タンクを加圧するヘリウムの量を減らしたことであった。200型はまた、発射時に燃焼を終えた第一弾から機体を分離させるための固体燃料ロケットを3機、搭載している。また500型は無重力状態でエンジンを再転化する、再燃料を、 タンクの底に押し付けるための微小水力発生装置を搭載しているが、200型にはそれがない。SE 部部図解 SE 部部は73,280リットルの液体酸素と252,750リットルの液体水素を搭載する。スカイラブ計画では未使用の機体がアメリカ発の宇宙ステーションに改造された。アポロ13、14、15。 16、17号では、月の内部構造を探るために、ヒューストンの感染センターは、SE 部部を月面に激突させ、人工地震を発生させた。NASA の時期、大型ロケットアレスア i の第2弾、地球脱出ロケットはいくつかの点で、SE 部部の特徴を受け継いでいる。両者とも J-2 エンジンを使用し、500型合うで、あったように、 まず地球周回軌道に乗るために1回目の噴射をし、ガツ軌道に乗るために宇宙空間で2回目の噴射をすることである。S4 よび2種類の SE 部分。ありがとうございます。